6階級優勢派を、している WBO 世界ウェルター級王者の、マニー・パッキャオ、38-2、が2日、豪州ブリスベンのサンコープ、スタジアムで、同級1位のジェフ・ホーン、29、豪州、と、王座復帰後、初の防衛戦を0-3の判定で敗れて、ベルトを失う大波乱が、起きた。111、117が、1人、113、115が、2人の0-3判定だった。パッキャオは、序盤から圧倒的なフィジカルと、パワーを生かしたホーンの攻勢に、苦しみ、9ラウンドに逆転チャンスを、掴んだが、スタミナが切れ再び盛り返された。パッキャオは、2015年5月のフロイド、メイウェザー育成以来となる黒星で、育成績は59勝、38KO、7敗2分。一方、世界初挑戦で、番狂わせを起こした世界的には、無名のホーンは、これで17勝、11KO、無敗1分の、育成績となった。会場は五郎丸が所属していたラグビーの、プロチームのレッツが本拠地とする巨大なスタジアム。5万5000人ものファンが、詰めかけた。その地元出身のホーンは、ロンドン五輪でベスト8、翌年にプロ転向して16勝、11KO、無敗1分という育成績を、持つが、世界的には無名のボクサー。パッキャオにとって、完全なアウェイのはずだが、観客は、2人に平等の声援を、送った。体格で上回るホーンは軽快なステップを、踏みながら第1ラウンドから積極的に、攻めた。ロープ際に追い込み、ボディからのコンビ、ネーションブローを、浴びせると、パッキャオは笑って聞いていないと、ポーズ。パッキャオは、左をカウンターで合わせようとするが、プレッシャーが強くてなかなか、突破口とリズムを、つかめない。徐々にパッキャオが、そのキャリアを生かすタイミングを、同調させ、3ラウンドには右目をカットさせた。5ラウンドは、パッキャオの右のリードブローが、目立ったが、6ラウンドには、バッティングで頭を切られ、右のストレートを被弾した。7ラウンドからワンツーを軸に、前に出ようとするが決定打を、奪えない。逆にロープを背負い勢いに、押された。試合の主導権は、序盤、中盤とホーンが掴んだままだった。パッキャオは、9ラウンドに、ようやく反撃。左右のフックを強引に振り回して、前に出ると、左がヒット。ホーンの足がよろけた。そのインターバルで、戦闘意図を、見せないと試合を止めるぞ、と、レフェリーがホーン陣営に、伝えるほどのダメージを与えた。しかし、その警告がホーンの消えかけたハートを、再点火させた。前に出る挑戦者の勢いの、前に、パッキャオが、せっかく作った逆転の、チャンスを生かすことができない。判定にも連れ込めば、どちらに転んでもおかしくない展開のまま最終ラウンドを、迎えたが、パッキャオは、明らかなポイントを奪えないまま、試合終了のゴングを、聞いた。パッキャオは、まだスタミナは残っているぞと、アピールするかのように、直後に、シャドーボクシングのポーズを、見せたが、全盛期のスピードも爆発力も、影を潜めたままだった。試合後、2位王者となったホーンは、みんなが応援してくれたから勝てた。支えてくれてありがとう。夢が叶いました。勝敗試合ができた。再戦、やりますよ。またみんなの前で勝ちます。と、興奮が冷めやらない表情で、インタビューに答えた。一方、キャリア7敗目を喫したパッキャオは、彼は勝つにふさわやしい選手。言い訳はしない。この試合で多くを学んだ。次の試合に生かす。リマッチは、ぜひやりたい。と、引退は否定したが、言葉少なにリングを去った。38歳のパッキャオにとって、豪州の敵地に乗り込み無名の、無敗ボクサーと戦った理由の一つに、ここ数試合見せることができなくなっていた超攻撃的ボクシングを、復活させて加工していたファンの、人気を回復させて今後の、ビッグマッチにつなげることにあった。だが、この試合に対するモチベーションは低く、しかも、体格、フィジカルでは、負けるホーンが相手で、番狂わせが起きる条件は揃っていた。母国のウェギンギーンとの、
味方な言うで、ボクシングに集中できない環境と、38歳という年齢的な問題もあるのだろう。フレディ、ローチ、トレーナーも、試合前に、フォームがあってうまく、トレーニングをこなせない時間もあった、と、語っていた。リング上で、パッキャオは現役続行を、表明、契約には、再戦が含まれているというが、ファンを魅了するトップボクサーとして、崖っぷちに立たされたことは間違いない。